それではいよいよ第3章最難関編ということで、総計上智レベルの参考書紹介に入っていきたいと思うんですが、ここまでの動画、2章までの動画を見ていないという人もいるかもしれませんので、まずはまとめの動画をご覧になってから3章の説明を聞いていただければと思います。まず一番初めは教科書レベルの参考書で、優しい高校数学 1A と優しい高校数学 2B です。続けてパターン問題をインプットするために、まずは文系の数学重要事項完全習得編から入りましょう。そこでうまく1段階から2段階に身を置けたら、次は重要問題集に入ります。重要問題集は皆さんが受ける大学によって使用すべき問題が変わってくるので注意してください。 A の問題は皆さん全員が解きます。 B の問題に関しては同志社と中央大学以外は、B の問題の中でも引っかいのマークがついている問題だけ、同志社大学中央大学を受ける皆さんは B の問題を全て解いてください。 C の問題は皆さん解かなくて大丈夫です。そしてここからアウトプットに入ります。アウトプットの1冊目は1から鍛える数学演習10分バージョンです。全部で137題あるので、1日9台ペースで進めていってください。2週目は1週目で解けなかった問題だけにフォーカスを当てて、1ヶ月以内でこの10分バージョンを完成させましょう。続けて1から鍛える数学演習20分バージョンです。 1A2B 範囲で全部で135台あります。1日3から5台ペースで進めていきましょう。だいたい1ヶ月で1周するのを目安として、2週目以降をすることも考えても2ヶ月以内ではこの20分バージョンもクリアするようにしてください。そして最後は皆さんが受ける大学の赤本に手を出し、解けなかった問題に出くわした時は自分にまだ足りないものは何かということを常に分析し続けながらメンテナンスを行ってください。それではここから第3章最難関編、総計上智レベルの参考書紹介に入っていきたいと思います。まずは教科書レベルの習得なんですが、これは優しい高校数学 1A と優しい高校数学 2B です。そして続けて文系の数学重要事項完全習得編と、数学重要問題集でパターン問題のインプットに取り掛かる。ここまでは2章と同じです。ただ総計上智レベルを目指す皆さんは、重要問題集の中でも C の問題まで取り組むようにしてください。取り組み方は、まずは A 問題を完璧にする、 B 問題を完璧にする、 C 問題を完璧にするというように、 ABC の順で完璧にするように回していってください。そしてアウトプットは、1から鍛える数学演習10分バージョン、20分バージョン、30分バージョンと取り組んでいただきます。ただ10分バージョンは重要問題集の B が終わったタイミングで始めてください。なので重要問題集の C と10分バージョンは並行して行っていくという形になります。なぜ並行させていくのかというと、やっぱり数学は演習の時期が、アウトプットの時期が長ければ長いに越したことはありません。で、10分バージョンは重要問題集の B までの範囲がしっかりと終わっていれば、全て知っている知識になります。なのでいち早くアウトプットに入るためにも、重要問題集の B を終えたタイミングで C と10分バージョンを並行していくという流れになっています。そして10分バージョンが終われば、当然20分バージョンに入ります。で、20分バージョンが終われば30分バージョンに取り組んでいい方と、まだちょっと30分バージョンが早い方がいます。その判別は、1から鍛える数学演習の20分バージョンが1週目の段階で7割以上解けていたかいなかったかというところになります。7割以上解けている方はそのまま2週目3週目で20分バージョンを完璧にすれば30分バージョンに入っていただいていいんですが、もし20分バージョンが1週目の段階で6割以下の正答率だったということであれば、おそらく数学の知識が少し散在していて整理することができていません。なのでそういった方はこちらの参考書を使ってください。佐々木貴弘の数学の発想力が面白いほど身につく本というものになります。数学では単元は全然違うんだけれども、考え方という見方で見ればこれ全部同じような考え方で解けるよねというような問題が数多くあります。この問題集が他とは違う点は、考え方で問題を分類しているということです。教科書やパターン問題集には載っていない15の考え方で問題を整理されているので、今まで見えなかった視点で単元の垣根を越えて問題を整理することができます。問題数自体は多くないんですが、この問題集を終えた後、問題というものが、数学の問題が新たな視点で見ることが可能になります。これを踏んでから数学演習の30分バージョンに入っていきましょう。で、いよいよ1から鍛える数学演習30分バージョンに入っていくわけなんですが、この参考書は 1A2B 範囲で全部で85台あります。1日3台ペースで1ヶ月で1周することを目処にしてください。
2週目以降は今まで同様1週目で解けなかった問題にフォーカスを当てて解き直すようにしてください。ただ現実問題、数学演習30分バージョンまでちょっと取り組むのがきついよという方は、先ほど佐々木隆弘先生の数学の発想力が面白いほど身につく本をゴールとしてもらっても構いません。その後過去問演習に進んでいってもらったらいいでしょう。ただ総計上智の中でも早稲田の商学部と早稲田の政治経済学部だけは少し群を抜いて難しい。文系数学の中でも私立最高峰のレベルを誇ると言われているのが2つの学部なので、早稲田の商と早稲田の政治経済学部を受験する皆さんは数学演習の30分バージョンまできっちり終えれるようにスケジュールを立ててください。そして最後に各大学の過去問に移るようにしましょう。ここで最後のメンテナンスを行ってください。各大学の制限時間にしっかりと間に合わせるためには、自分はあと何が足らないのか、解けなかった問題に出くわした時に自分に足りなかったものは何なのかということを分析し続けて、最後まで自分の数学力をメンテナンスしていって向上させてください。以上が早慶上智レベルの参考書紹介になります。早慶上智レベルを目指す皆さんが肝に銘じていただきたいのが、演習の時期をどれだけ長く取れるかというところが合否の分かれ目だと思っておいてください。基本的に早慶上智を目指す受験生はパターン問題は皆さん同じぐらいインプットしてきています。なのであとはやはりパターン外の問題で差をつけられたり、パターン問題を少し聞き方変えられたりしたような問題に対してどれだけ立ち向かえるかというところで合否がかかってきます。そしてそういったスキルというものはやはり演習の時期をどれだけ長く取れるかというところが肝になってくるでしょう。なので教科書やパターンの時期は早期完成させて、そして演習の時期をしっかりと長く取れるようにしたいところです。それでは最後に第3章のまとめをさせていただきます。まず一番初めに皆さんが取り掛かるのは教科書レベルの習得ということで、優しい高校数学 1A2B です。続いてパターン問題の暗記をするために文系の数学重要事項完全習得編、そしてそれが終われば数学重要問題集の ABC を漏れなく解くようにしておいてください。そしてアウトプットの問題集は1冊目1から鍛える数学演習10分バージョンなんですが、これは重要問題集の B が終わったタイミングでスタートするようにしてください。10分バージョンが終われば20分バージョンに入りましょう。そして20分バージョンで1週目の正答率が7割以上であればそのまま30分バージョンに行っていただいて構いません。ただ1週目の正答率が7割より下回るのであれば一度参考書を挟んでいただきます。その挟む参考書が佐々木隆弘の数学の発想力が面白いほど身につく本という参考書です。こちらで散りばめられた数学の知識というものを再度整理し直してから数学の30分バージョンに入るようにしてください。そして最後に皆さんが受ける大学の過去問に取り組んでメンテナンスをしていきましょう。それでは文系数学の私立大学合格メソッドはこれにて終了とさせていただきます。勉強法を知って皆さん少し合格に近づいたかもしれません。ただ合格するためには実践が一番大事です。この動画で学んだことを日々の勉強に取り入れて、みんなが第一志望に合格することを心より祈っています。ありがとうございました。